こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションパンデロ編。この動画ではブラジルのパルチードアウトというリズムについて解説します。パルチードアウトを叩けるようになりますと、ブラジル音楽が持っているグルーヴ感をより深く理解することができます。また単純に実際の演奏の中でもですね、演奏の表現の幅がぐっと広がりますので、ぜひこの動画でマスターしてください。パルチードアウト、英語読みするとパルチードアルトとも言います。これどんなリズムかというと、サンバ・ボサノバのシンコペーションをデフォルメしたリズムです。デフォルメというのは、そのものが持っている特徴的な部分、エッセンスを抽出して強調したという意味です。まずは前回やりましたサンバ・ボサノバのシンコペーションをおさらいしてみます。One, two, はい、分解して見てみると、表を強調している拍と裏を強調している拍があることによって、表をカン、裏をキューとするとカン、キュー、キュー、カンの緩急をつけて、リズムのうねり、面白さを生み出しています。今回はこの緩急をさらに強調するために音程をつけていきます。はい、ブラジルのパーカッションアゴゴベルです。これが分かりやすいと思いますので、これを使って先ほどのシンコペーションに音程をつけていきます。One, two, はい、いかがでしょうか。タンボリンで叩いたリズムと、同じなんですけれども、これに音の高低差、メロディーがつくと結構印象が変わったんじゃないかと思います。ちなみに僕のイメージだと、クカティククカティククッカティククカティククみたいなですね、こう、高低、まあリズムに特に高い低いってないんですけれども、このアップダウンする感じとか、あと伸縮、伸び縮みする感じっていうのがすごく強調されてるなといったイメージを持っています。で、この音程感、高い低いを強調したものがパルチードアウトのリズムになります。パンデロで叩いてみますと、ドゥパッドゥドゥパッドゥドゥドゥパッドゥドゥドゥパッドゥドゥドゥ。本質的には前回やったサンバ・ボサノバのシンコペーションと同じです。表を強調する拍と裏を強調する拍があって、カン、キュー、キュー、カンというですね、緩急で進行していると。で、特にその緩急を強調するために、低い音と高い音、強くつくことによって、まあ、抑揚といいますか、より強い緩急を生み出しています。では一緒にやってみましょう。まずは前半の2拍ですね。ドッパドッド、このドっていう低音はすべて親指のベースで叩いて、高い音はスラップで叩きます。ドッパドッド、せーの、ドッパドッド、続いて後半の2拍、ツパドッド、ツパドッド、せの、ツパッ。このまあ、ツパっていう感覚がですね、ツっていうのは頭を感じてないとちょっと難しいかもしれません。あと、タンボリンでツパッ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 とですね、裏裏で叩いていたと思うんですけれども、このパルチドアウトでは割と慣例的にもうこのツパッっていう裏一発だけで緩急の9だというのがわかるので、省略してこの一発だけにすることが多いです。通してやると、ドッパドドパドドドパドドパドドドパ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 ドド
ではこのリズムにプラチネラの刻みも加えてみましょう。手順的にやりやすいのはスラップした後に2発プラチネーラの刻みを入れるパターンです。ドパクチドドパクチドド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 。少し速いテンポでやってみましょう。One, two, ah, ah, ah. はい、今やったパターンならスムーズな手順でできたと思うんですけれども、今度すべて間をプラチネーラで埋めようとした場合、こう手順でやりにくいところが出てきてしまいます。具体的に言うと、スラップした後ですね、こっちの親指側には動き的に行きやすいんですけども、スラップ後に中指側っていうのが、ちょっと行きづらいです。ベーストーンだったら親指側でも中指側でも出せるので、表裏どっちに来ても大丈夫なんですけれども、スラップに関してはこれはですね、表に来るか裏に来るかによってその前後を帳尻合わせする必要があります。まあ、具体的にはずっと刻んでるのを飛ばして叩いたり、親指親指中指中指とどこかで2回叩いて帳尻を合わせてスラップするといった感じです。この帳尻の合わせ方っていうのが結構人によって違いますので、ご自身でいろいろ試してみてやりやすい方法を探してみてください。このパルチドアウトにすべてプラチネラの刻みを入れたいといった場合、例えば僕だったらなるべくこの親指ベースを崩したくないので中指ベースは使わずに、まあちょっと大変なんですけれども、中指側で連続して叩きます。はい、では続きまして、このパルチドアウトの反転したパターンというのをやってみます。今までやってきた、ドッパッドッドッパッドッドッドッパッドッドッパッドッドッというパターンの前後をですね、ひっくり返したパターンというのも存在します。ツパッドドドパッドドツパッドドドパッドドパッドドドパッドドパッドドドパッドド。緩急で言うと9カンカン9になります。もう初っ端の一拍目から9が来るので、音楽的にはすごいスピード感だったり、聞いた感じですね、ドラマティックな感じがするかと思います。ではパンデロで叩いてみます。わ。Two, ah, ah, ah. なれないうちはこの一拍目のツパッというですね、裏で入るのが少し難しいかもしれません。ワン、ツー、あ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 、ツパッって頭で感じてるともう、なんていうか早押しクイズみたいになってしまいますので、このもうフレーズ全体で考えます。ツパッ、トゥトゥトゥ、パッ、トゥトゥトゥ、パッ、トゥトゥトゥ、パッ、ツトゥトゥ、パッ。この最後の拍、ツトゥトゥ、パッ。っていうのが、まあ、緩急でいう9、9の、連続、ツッドッドッパになりますので、
感じ方としては1 2 1 2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 
フィルインとして引っ掛けて入っても問題ありません。というか、まあ実際の楽曲ではですね、結構そうして入っています。ワン、ツー、ワン、ツー。だったり、ワン、ツー、ワン、ツー。または、ワン、ツー、ワン、ツー。さらに実践的なレベルの高い話をしますと、このパルチードアルト、まあ、最初にやった、表が最初に来るパターンと、後半でやった裏が最初に来るパターン、反転したパターンの2パターンがあるんですけれども、まあこれどっちで最初演奏するかっていうのを、最初のドラムだったらドラム、パーカッションだったらパーカッションのフィルインだけで判別するっていう方法があります。例えば、ワン、ツー、ワン、ツー。っていう風にフィルインをしたら、次に始まるパターンっていうのは必ず表から始まるパターンになります。なぜだかわかりますか？これはですね、最初に説明した通り、間9、9、間の流れか、それを反転させた9、間、間、9の流れのパターンなので、1、2、1、2、2、2と、フィルの最後の一拍を表を強調する、まあ、間のパターンですよね。間のパターンできたら、その次は必ず間になります。表、表ときたら、次は必ず表を強調する、ドッパと続くっていうことですね。ワン、ツー、ワン、ツー。逆に、ワン、ツー、ワン、ツー。ときたら、今度はですね、これを反転させた裏を強調するパターンですね。ワン、ツー、ワン、ツー。まあ音楽に絶対っていうことはないんで、例えば、ワン、ツー、ワン、ツー。とですね、裏を強調するフィルインをしたのに、表のパターンで始まるっていうことがですね、なきにしもあらずなんですけども、なんとなくこう流れが突っかかったような引っかかったような感じはするので、まあさっき言ったやり方でやった方が自然に入れるといった感じです。では最後に実際の演奏でのアプローチについて解説します。アレンジとしてですね、一曲まるまるパルチードアウトで通している曲っていうのはもちろんあります。あとは、パルチードアウトだけではなくて、他のリズムパターンといろいろと組み合わせて、リズムチェンジするような曲。あとは実際に演奏者の判断で、ここはパルチードアウトで行った方がいいのか、まあ、バツカーダみたいなパターンで行った方がいいのか、タンボリンを強調したパターンがいいのかっていうのを、まあ、選択しながらやっていくってパターンですね。まあ、よくあるのは、最初はタンボリンのパターン。で始まって、次の B メロなどでパルチードアウト。で、盛り上がってきたらバツカーダみたいな2拍子を強調する。みたいに、変化していくと、まあ、曲としても発展していくし、リズムとしても面白いっていったアレンジができると思います。実際にバンドの中とか、あるいは音源をかけながら合わせて叩いてみて、まあこれは合うな、合わないなっていうのがもちろんあると思いますので、まあその判断も含めてですね、ぜひ楽しみながらいろいろとトライしてみてください。はい、というわけで今回はパルチドアウトについて解説しました。世の中に流通している曲がですね、結構、パッドゥドゥドゥ、パッドゥドゥって、最初から裏を強調しているパターンで始まる曲が多いので、これがパルチードアウトなんだって思ってる方が非常に多いと思うんですけれども、まあ、もちろんこの逆もありますので、単にこのアップダウンとシンコペーションをデフォルメして強調したリズムがパルチードアウトなんだということを覚えておいてください。
こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。